皆さんこんにちは。2020年12月2日にセクシーゾーンの元メンバーマリウス陽さんが体調不良のため芸能活動を休止することがジャニーズ事務所より発表されました。実はマリウス陽さんの体調不良については母親が自身のブログで緊急搬送されたという内容の記事を投稿し、それとなく匂わせていましたが、すぐにその記事は削除されていました。母親の記事の内容が気になります。噂では薬の大量摂取が原因とかいじめがあったなどの噂もありますが、それについても書かれていたのでしょうか。そこで今回はマリウス陽さんの母親が削除したブログ記事の内容やジャニーズ事務所退所後の近況について深掘りしていきたいと思います。報道によればマリウス陽さんの母親の陽明さんは息子のマリウス陽さんの様子について書いた記事が存在していたそうです。しかし現在は削除されていますが、一部残っていました。母親の陽明さんのブログ記事の内容は次の通りです。タイトルが私の子供たちとなっています。まず母親のブログ記事ではマリウス陽さんの様子について次の2点が書かれてあったようです。勉強と仕事の両立で忙しい毎日を送っていた。パニック障害で活動休止していたメンバーの松島聡さんが復帰してほっとしたのではないかというような内容が書かれていたそうです。マリウス陽さんは当時上智大学の学生でしたが、それに加えて夜はスタンフォード大学のオンラインコースを受けていたのだそうです。またもともと真面目な性格で完璧主義だとも言われています。松島聡さんが休んでいる間にその分を頑張ってしまっていたので、戻ってきた今燃え尽き症候群のようになってしまったのではないかと見られています。ちなみにジャニーズ事務所からの発表内容はこちらです。何事にも意欲的で完璧を目指したいと真摯に取り組むマリウスの姿勢がかえって自身に対する過度のプレッシャーとなり、近似仕事と学業の両立を含む社会生活において心身のバランスを崩してしまう結果につながったとしています。マリウス陽さんの母親のブログが削除された理由は不明ですが、いろんな憶測が飛び交うためジャニーズ事務所から削除依頼があったのではないかと思われます。マリウス陽さんが緊急搬送されたことについて母親がブログに詳細を書いていたと言われていますが、現在は削除されており書かれていたのかどうかということも確認することができませんでした。ジャニーズ事務所からマリウス陽さんの具体的な病名などについては明らかにされていません。ですがニュースポスト7の記事によると、処方薬の過剰摂取により11月23日未明に都内の病院に緊急搬送された。そして治療を受けた後退院して現在は自宅で療養中だとされていました。また女性セブンではマリウス陽さんが緊急搬送された時の状況についてもこのように報じています。マリウスが倒れたのは11月23日の午前2時ごろ、都内の歓楽街からほど近い交差点でうずくまっていたという。最近心身に不安を抱えていたマリウスは病院に通院、処方された薬を多量に服用したことで搬送されたとしているとしています。どうやらマリウス陽さんは処方された薬を過剰摂取してしまい、外出先で具合が悪くなり緊急搬送されたことは間違いないようです。さまざまな情報を総合してみるとそのような結果にたどり着きます。そしてジャニーズ事務所からそれらの報道について反論なりのアクションがないことも、暗にそれらを認めたとみて間違いないのではないでしょうか。マリウス陽さんの体調不良の原因として一部ではマリウス陽さんがメンバーからのいじめに耐えられず悩んでいたのではないかという声も上がっています。年上メンバーの菊池風磨さんがマリウス陽さんと松島聡さんをいじめているのではという噂は以前からありました。そしてマリウス陽さんへの当たりはキャラを際立たせるためのいじりだとも言われていました。今回の報道だけではマリウス陽さんの体調不良がいじめが原因なのかどうかは不明のままです。ただ前提としていじりかいじりでないかは被害を受けている人が判断することであり、当該の人や第三者が判断することではないということだけは付け加えておきます。結果的には2022年をもってセクシーゾーンを脱退しジャニーズ事務所から退所しました。そんな中でまことしやかに噂されていることがあります。
マリウス陽が電撃的に 2B に入社し復帰という信憑性が限りなく低い噂です。ただ噂話も軽くあしらうと事実からそれてしまうことがありますので、どのような内容なのか見ていきましょう。ジャニーズ事務所のセクシーゾーンにかつて所属していたマリウス陽さんが体調不良を理由に芸能活動を休止し、その後退所するという結果については先ほど触れてきました。海外の大学に留学している噂や復帰の可能性について探ってみたいと思います。マリウス陽さんは東京横浜ドイツ学園出身で、日本語、ドイツ語、英語を話すことができる語学堪能な才能の持ち主です。現在はスペインの大学に留学していると言われており、2023年には早期卒業制度を利用して卒業する予定だといいます。マリウス陽さんの脱退や退所の理由は病気の悪化やセクシーゾーン内の格差が原因とも言われていますが、真相は分かっていません。またマリウス陽さんは復帰の場として滝沢秀明さんが設立した新事務所 2B に所属するのではないかという噂もあります。マリウス陽さんはジャニーズ事務所所属のグループセクシーゾーンの元メンバーで、2020年12月から体調不良を理由に芸能活動を休止し脱退をしてしまいました。マリウス陽さんは上智大学国際教養学部に在籍していましたが、現在は海外留学でスペインの大学に通っていると言われています。マリウス陽さんは2022年のジャニーズカウントダウン2022-2023への出演を最後にセクゾを卒業しました。現在はマリウス陽さんの動向が心配されていますが、インスタグラムを開設しベルリンでのインターンシップなどを報告しています。ファンの間ではマリウス陽さんの芸能界復帰や 2B への所属が噂されています。またある SNS での投稿では、セクシーゾーンの現メンバー4人とマリウス陽さんが仲睦まじくフレームに収まっている1枚があり、巷で噂されているような喧嘩別れやいじめの構図は少なくともその1枚からは想像できません。前述の通り、マリウス陽さんは2020年12月に芸能活動を休止し、海外の大学に通っていると言われています。休止当時は上智大学国際教養学部に在籍していましたが、現在はスペインの大学に留学しているとされています。上智大学国際教養学部は偏差値70とも言われる超難関の学部で、授業は全て英語で行われるそうです。マリウス陽さんは海外での学びを求めて留学を決め、卒業予定であった2023年を待たずに卒業する早期卒業制度を利用したと言われています。マリウス陽さんはもともと勉強熱心で完璧主義な性格で知られており、日本語、ドイツ語、英語を堪能に話すことができます。海外留学中はスペインの大学でどのような大学生活を送っているのかは具体的な情報はありませんが、学業にしっかりと取り組んでいることは間違いありません。マリウス陽さんは2022年大晦日から2023年元日にかけて開催されたジャニーズカウントダウン2022-2023への出演をもってセクシーゾーンを卒業しました。セクシーゾーンのメンバーとしての最後のステージとなりました。引退後のマリウス陽さんはインスタグラムを開設しています。ドイツから予告なしのゲリラライブを行ったり、ベルリンのカフェでインターンシップをしたりしていると報告しています。またセクシーゾーンのコンサートを見に行きたいという意欲を示し、日本に帰国する予定もあるようです。いかがだったでしょうか。今回はマリウス陽さんの母親が削除したブログ記事の内容やジャニーズ事務所退所後の近況について見てきました。さてマリウス陽さんからのホットな様子が最近発出されたのですが、それがまた何とも不幸の便りでした。2023年2月28日にはマリウス清流名義でインスタグラムを開設し、私生活の様子を発信しているのですが、7月18日未明のインスタグラムライブに顔面に痛々しい怪我を負った状態で登場し、ファンから心配の言葉が飛び交っていました。現在イタリア・トスカーナ州のボリゲリに滞在しているそうなのですが、本人曰くプールにジャンプしようとして、てかなんか深く飛び込みすぎちゃって頭打っちゃったとのことです。包帯ぐるぐる巻きではないものの、額に大きなタンコブができ、鼻にもテーピングが施されている状態で、頭だけでなく顔面を強く打ったことがうかがい知れます。配信の最後には、みんな気をつけてね、
僕みたいにプールに飛び込んで頭打たないでね。バイ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 デュバイバイと、セクシーゾーンのフィフスシングルのタイトルを交えながらファンに挨拶していました。久々の元気な近況を伝える便りかと思えば、近況を伝えたのはいいのですが、違った意味で心配になってしまう配信となりました。ともあれ、今はマリウス陽さんの怪我が一日も早く治るよう祈るばかりです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。